別府鉄道株式会社はかつて兵庫県西南部で鉄道事業を行っていた会社である。1984年に鉄道事業撤退後はタクシー、貸切バス事業者として営業継続した。本社は兵庫県加古川市。鉄道事業は貨物輸送が主体だったが旅客営業も行っていた。輸送量減少により1984年の 国鉄ダイヤ改正を機に、貨物輸送の維持ができなくなり、全線廃止された。2010年1月、同社から一部の部門が独立する形で、別府タクシーへ、タクシー事業、派遣事業、運行管理事業を譲渡した。以後、不動産管理会社として存続し、2012年11月30日より、多岐科学の完全子会社化を予定していたが中止となった。 創業時の社名は、別府京弁鉄道。別府港にある、創業者の多久目次郎が経営する科学、肥料製造会社の多目製肥所の肥料製品を積み出すための鉄道として、1921年に、野口線が開業。1923年に、土山線が開業した。戦時中は野口線が不要不急線として休止され、資材も供出させられたが、 土山線は肥料輸送の重要性が認められ存続した。なお、1946年に別府鉄道に社名変更している。また、1944年に別府港で創業を開始した製鉄科学工業の製品輸送を担うようになった。1966年には土山線沿線に川崎重工業の車両工場が新設され、 そこで申請された貨車の搬出にも利用された。1961年にタクシー部門を設立。両路線とも地域の足として親しまれてきたが、地元還元が主目的でおまけ的存在であった。旅客輸送は近代化がされず、クラシックな機動車や果ては混合列車がのんびりと運転されるだけであった。別府に乗り入れる山陽電気鉄道とは、 列車本数やスピードで勝負にならず、旅客輸送は低迷を続けていた。とはいえ、野口線は、加古川市の行政施設が集中する野口へ乗り入れていたことや、沿線に隠し工場があったことから、通勤客などがわずかに利用していたが、それも廃止直前には、ほとんどいなくなっていた。延長寺駅跡の延長寺広場に、 生体保存される軌動車機波2 9 8 0年代に入り、国鉄貨物営業の縮小の影響を受け、土山線を経て、土山駅で国鉄線へ受け渡す貨物輸送ができなくなり、これが直接的原因となり1984年2月1日に鉄道全線が廃止された。最終営業日となった1984年1月31日は、 積雪の少ない当地で19センチメートルの積雪の中、お別れ列車を運行。廃止までの経緯から、鉄道代替バスを運転しても採算が取れない、ことからバス代替は行われなかった。現在廃線跡は主に遊歩道に転用されている。2009年11月、木下海湯と多岐科学の合資で、別府タクシー株式会社を設立。二千十年一月、 一部の部門が独立する形で、別府鉄道のタクシー。今は、歩道として整備されている、別府鉄道野口線やと過去タクシーで使用される、別府鉄道のマイクロバス。詳細は、過去川市、コミュニティタクシーを参照別府鉄道野口線を走った、キハ101系機動車。過去川市東南端の別府港駅から二股に伸びる、高佐護線野口駅までの野口線と、 山陽本線土山駅までの土山線の2路線を有していた。野口線の別府港、高校間は1926年廃止。各路線の項目を参照。ありがとうございます。